T600 タトラプラン T600 タトラプランはタトラの乗用車である。タトラプランは流線型のモノコックボディの62乗り、セガン、空力抵抗係数0.32、空冷水平対向4気筒 1952CC のリアエンジン車で6342台が生産された。内村ダーボレスラフで2100台が生産された。第二次世界大戦の後、 タトラは生産を継続した。工場はソ連の摂取後1948年に国有化された。戦前のモデルで生産を再開したが、ジョゼフ・チャルーパー、ビラデミア・ポープラー・ハンス・レドビンカにより1946年から1947年に T600 が新たに開発された。T600 にはタトラプランという名前が付けられたが、これは 共産主義の計画経済を縮した名称だった。アンブローズ、ジョゼフという二種の試作者が制作された後1948年に大量生産された。1951年には国からムラダーボレスラフのシュコダの工場で生産すると決定されたトラはトラック生産に集中することとされた。双方の工場の従業員にとって行ったことのない 生産を強要されることとなった。結果的にシコダでは1年間しか生産せず、タトラプランは1952年に生産を終了した。ありがとうございます。